タイミングがある。今日ゼルビアが来てます。こんな感じ。関東一部リーグ開幕戦、今日ゼルビアとマーカス、厚木マーカスやってるんで見たいなと思いつつ、まず試合を楽しもうという感じで、あと T シャツなんか一球で買っちゃいそうだけど、カメラマンが緊張してるじゃん。大丈夫大丈夫、はい、回ってる、回ってるよ。緊張してます。突然突然のカビタミもういつもライブお世話になりました。突然です。あ、はじめまして、突然です。どうでしたか4対1、ね、結果はいいんだけど、もう少し内容をね、そうですね、まあ、いいシーンもあったけど、もっともっとできるんでね、彼らはやっぱりちょっと初戦で緊張してたみたいですね、うん、戦ったね。だから辻さんはもう監督やるとゼルビアもだいぶ盛り上がってきてると思うんですけど、目指すところっていうのはどこ、もうね、先週言ってるのは、はい、このカテゴリーでね、はい、戦っていくんだけども、もう気持ちはもう J の、はい、だからこっち同じぐらいのやっぱりレベルでもう今からやっていかないと、1年、上がってまたそこの、カテゴリーじゃなくて、はい、もう飛び越してね、それぐらいの気持ちでみんなもうやらしてます。結局今日スタメンじゃ、スタメンがもうフルじゃないですよね。まだまだこれが竹中さんとか、そうね、そういう山とか山口君、何か怪我もいるんで、まだ整えばね、戦力もね、ただ競争は激しい、おそらくなんか今日見たサッカーでもつなぐサッカー目指してるのかなと、どちらも思いながら、とにかくね、そこをね、見逃さないというのをテーマ、要はボールを取ったら早く、相手ボールに行こうと、それをやっぱり逃さないでやっていかないと、それを逃してると、だんだん相手のチームが出なくなると。まあ、1年間として選手がどれだけ成長してくれるか、ようやっとね、こういうことかなっていうのは分かってきたんで、まあ、俺からすれば今チャンスっていうのをやっぱりまだ見逃してるので、で性格じゃないし、まあね、今日初戦だったんですけど、3対0に勝って4スタイル、あれはもう早い点取り、まあね、前田選手、いい選手が多いんで、まあ、チャンスをね、上げたり、そのやっぱりこういう雰囲気になれる、ならせる、だからなんか変えるね、変えたのもそうですし、選手が、調子が悪くなったとか、そういう意味ではないんですけど、どんどん3点目取ったからもういいのかなとか、どんどん取り戻して、そうだね、やっぱりお客さんがね、やっぱりシュートシーンが多い。お客さん結構入ってくれましたね。ね、いっぱいだったね。向こうの方、こっちのとこ、こっち入れなかった。本当だよね。ありがたいことです。ビブス。これからスクールがある。そう、あそこで子供たちと。僕はね、こちらのね。スポンサーさんが来てるんで、そこに今行かなきゃいけない。スタート。時間の中にないの。いえいえ。ありがとう。またよろしくお願いします。ぜひ応援しましょう。ゼルビア町の監督のコツカテスです。ありがとうございます。はい。すみません。お時間。はい。というわけで、関東一部リーグですね。ゼルビア町田対、厚木マーカス試合を見てきました。うん、4対0で結果勝ったんですけど、まあ初戦ということもあってちょっと硬かったんだけど、どうだろう、うん、目指すサッカーははっきり見えたのかなっていう感じ。ただ選手も監督もまだまだ満足してないんじゃないかなっていう気はしますけど、まあこれから徐々にコンディションとチーム戦術をね上げていって、今年は JML に昇格という形で、地元のチームが盛り上がってくれれば最高に嬉しいけど、まあ、期待してます、うん、今日あったかかったんで、もう本当にポカポカして、お客さんもだいぶ入ってた感じしたんで、どうだろうな、どれぐらい入ってたんだろう、まあ満員にはなったよね。
キャパがちょっと狭いという、うん、芝生で寝っ転がりながら僕も見ましたけど、楽しめたかな、うん、で、戸塚哲也さんも話ちょっと聞けたんで、まあ、戸塚哲也さんがチームをどういう風に作っていくのかなと、うん、まあ、哲也さんだったら心配ない感じでチームを作りそうなんで、まあ、戸塚イズムで、楽しみにゼルビアを応援していきたいなと思いますので、てな感じで、また注目して次の試合、まあ、J リーグとかぶっちゃうかもわかんないんで、いけるかわかんないですけど、いけるときは行きたいと思いますので、頑張れゼルビア。